英明高校の監督の系統がやばい。高校野球の監督ってたまにすごいことするよな。ビッグモーターかな。今日の系統、阪神の遠山火災スペシャルみたいで草。なんで満塁策しなんや。押し出し怖いんやろ。せめて満塁策とかしろや。なんで明らかに打ちコロナ、一番毎回引っ張り出した。もったいないが、まあ結果論や。度重なる登板でチーム全体もボロボロになってたやろ。エースって怪我して横投げとかじゃないよね。系統が工藤公康で草。やばすぎてトレンド入りしてんの草。もう地元帰れないだろ。この采配はダメだろ。こうやれん仕事しろ。左投手のスライダー誰も当てられなかったのに。でも勝ってたら英明マジックとか呼ばれて監督の采配が称賛されるんだろうけどね。系統に関してはチームの事情とか何かあるかもしれないから、まあいい。最後に満塁策しなかったのだけはおかしい。押し出しの可能性を考慮してでもやらなきゃ防げない場面だったやろ。これは栄冠ないんで須田に経験点積もうとしてた可能性。 Y は昔のポケモンで学習装置もらうまでに控え育てるとき思い出したわ。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。